シピール3日目ということで、今日も会場にやってきております。今日は少し朝から商談があるので、いつもより早い時間に、ホテルを出たんですけれど、ちょっと早い時間に出たら行列もそんなになくて、あれっていう感じになりました。まあ、ただ入場待機列みたいなのは多分この中にできていて、まだ10時前会場前なので、皆さん会場を今かと心待ちにしているところだと思います。今日と明日は土曜日日曜日になるので、また一般のお客さんとかも増えて賑やかになるんじゃないかなと思います。朝会場外の様子も撮影してきたので、そこら辺も含めてお届けできたらなと思います。行ってきます。ホテルに戻ってきました。今日はですね、土曜日ということで、人出が多くなるかなと思ったんですけど、そこまででもなくて、いろいろ今日は私空いてる時間があったので、いろんな国の方々と一緒にボードゲームの試遊をさせていただいたりとかして、いろいろね、新しいゲームないかなっていうのを探したりしました。で、今年2024年のエッセンシピールは、やっぱり日本の企業のブースがたくさん出てたりとか、昨日もお伝えしましたけど、いろんな日本から生まれたゲームが至る所に見られたりとかして、こう日本の面白いゲームが世界に広がっていってるんだなっていうのを感じられて、とても嬉しかったです。それから、スカイチーム、SDJ、ドイツ SDJ ボードゲーム賞を受賞したスカイチームも会場のいろんなところで遊ばれていて、本当に日本のみならず世界中で人気なんだなというのを感じることができました。また新しいゲームなど皆さんにお届けできたらいいなと思っておりますので、すごろくへの続報お楽しみにお待ちください。